こんにちは、マサン64K4 です。今回は、未成年のうちに4人の女子高生をレイプした元大学生の男を特定していこうという動画になります。はい、ということで、クソキチガイ野郎の、裁判が行われて実刑判決が、なったということで、その懲役が、求刑が懲役6年。懲役5年6ヶ月ということで、4人の女子高生をレイプして5年6ヶ月とかって短すぎねっていう。で、もし、その女子高生の親だったら、ぶち殺してるなってすぐ思いますね。なんだろうね。男の供述する未成年のうちならとかさ、少年法の対象となる未成年のうちにレイプをいっぱいして二十歳になったらやめようと思っていたとかさ、本当にクソ野郎だなと思いますね。なので、このクソキチガイの男の情報を知っている方いらっしゃったら、YouTube のコメント欄、また Twitter のダイレクトメール、Yahoo メールで大丈夫ですので、教えていただけるとありがたいです。またその情報が入り次第動画としてアップしていきたいかなと思います。はい、ということで、今回は未成年のうちに4人の女子高生をレイプした元大学生の男を特定していこうという動画でした。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。